どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール10序盤の攻め方について紹介していきたいと思います。まあ、私がですね、本当まだインフェルノタワー工事中で、結構そのタウンホール10になりたてなんですけれども、どんな攻め方をしているのか早速見ていきましょう。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、検索していきます。まあ、ババチャの、まあ、その割合としては、一つの兵舎をバーバリアン、そして残りの三つの兵舎をですね、アーチャーという感じがいいですね。はい、こういうですね、クリスタル2でも、タウンホール8が出てくるんですね。そういうプレイヤーを、まあ、こんな感じで、もう適当にもうバーバリアンとアーチャーを流し込んでですね、まあ、タウンホール8なら、もう適当に流し込むだけで勝てちゃうんですよね。はい、で、まあ、適当にこんな感じでやって、まあ、アーチャークイーンをね、ちゃんと持っておいて、残り、ちゃんと取れなかった場合にアーチャークイーンでね、残りのパーセントを稼ぐということです。はい、こんな感じでもう適当にやってるだけで、パーセントを稼ぐことができました。あとはね、こういう、まあ、アーチャーとかがさりげなく資源を奪ってくれて、まあ、いいですね、もう。はい、ゴールド 7万、これ結構稀ですけどね、7万取れるのは。そしてリーグボーナスと、まあ、こんな感じでですね、超高速回転して、稼いでおります。まあですね、その弊社をね、やっぱ4つブーストした方がいいですけれども、まあ、エメラルドに余裕がない方とかは普通にブーストしなくてでもですね、20分に1回ぐらいかな、ずっと攻めれるので、まあ、ちょっと空いた時間に攻めれるかなと思います。こんな感じでですね、やっていけば、まずはですね、そのアーミーキャンプのレベル8にすることですね。それからまあマスターに行ったりすることがいいかなと思います。ということでですね、今回はタウンホール10の序盤の攻め方についての紹介でした。ご視聴ありがとうございました。